バージョンアップ。この動画ではアンリアルエンジンで制作したプロジェクトのバージョンアップ方法と注意事項について解説します。最初に簡単な基本の手順を紹介して、その後に注意事項と石橋を叩きながらバージョンアップする手順、問題があった場合の応急処置の話、後半に実例として過去のチュートリアルのプロジェクトをバージョンアップしていきます。割と重要な内容になっているので最後まで確認しておくことをお勧めします。それではやっていきましょう。基本、まず公式ドキュメントにはバージョンアップしたエンジンを起動、一覧から古いバージョンのプロジェクトを選択し開くを押します。プロジェクトを変換というダイアログが出るので、コピーを開くを選んでコピーしたプロジェクトをバージョンアップします。単純にバージョンアップをする場合はこの方法が基本になります。また公式ラーニングの UE4 から UE5 に移行する手順の中では、エンジンの起動後ブラウズを選択しバージョンアップしたいプロジェクトを選択という手順で説明しています。 PC の環境を変えた際などにプロジェクトが一覧に表示されていない場合にはブラウズからプロジェクトを指定してバージョンアップします。他にも UE4 から UE5 へ移行のドキュメント上では、目的のバージョンで適当なプロジェクトを起動しておき、左上メニューのファイルからプロジェクトを開くと書かれています。これは少しイレギュラーですが、エンジン起動時に左下の常にスタートアップ時に最新のプロジェクトをロードしますにチェックを入れている人は、起動時にこのプロジェクトブラウザが立ち上がらずに最後に開いたプロジェクトが自動で開くため、そういう人はファイルからプロジェクトを開くという方法を取ることになります。どの方法でやっても結果は同じです。バージョンアップしたプロジェクトが起動できて、右下のプログレスバーが完了したらバージョンアップ完了です。古いバージョンは元のフォルダのままで、新しいバージョンはバージョン番号が追加されたフォルダ名になります。何度もバージョンアップを繰り返すとバージョン番号が増えていくので、古い方に番号を振って作業するデータは番号を消しておくのが良いかなと思います。絶対パスで何かの外部ツールと連動していたりしなければプロジェクトを格納するフォルダ名の変更は可能です。試しに UE4.24 から順にバージョンアップしてみたところ、 UE5 になってからバージョンが積み増されるようになっているので、このあたりはエピックのエンジニアが気づいていないバグな気がします。プロジェクトをコピーする方法の他に、プロジェクトデータを右クリック、スイッチアンリアルエンジンバージョンでバージョンの変更ができます。慣れてくるとこちらの方法の方が切り替えやすいのですが、バックアップを取っていない場合、最悪二度と起動できないプロジェクトになる可能性もあるため、初心者に最初に進めるのは若干怖いです。ちゃんと自分でバックアップを取ってあればここから変更してもいいです。エンジン起動からのバージョンアップ時にもダイアログ左下のより多くのオプションをクリックすると、コピーではないバージョンアップ方法も選べますが、基本はコピーを開くの方で覚えておいてください。バックアップ環境が万全な場合は自由に選んでください。さらに他人のプロジェクトを開く際によくある手段として、プロジェクトデータと同じエンジンバージョンがインストールされてなく、バージョンが上のエンジンがインストールされている場合、プロジェクトをダブルクリックするとバージョンアップのダイアログが出てバージョンアップされます。ここまでの手順で問題が起こらなければ、基本的な手順は以上です。エンジニアではない初心者にはコピーを開くの方を進めて、エンジニア系の初心者にはバックアップを取ってあるのを確認した上でプロジェクトを右クリックの方を進めるのが良いかなと思います。注意、まずプロジェクトのエンジンバージョンアップは使っている機能やバージョンにもよりますが、バグの発生確率を上げる行為だということを認識しておきます。これはゲームエンジンに限らず複雑なソフトウェア全般でそういう傾向だと思います。初心者はできるだけ作り始めたバージョンで完成させた方が幸せな場合が多いです。とはいえバージョンアップしないといけない場面はあるので、気をつける点を確認していきましょう。石橋先生、ここでは UE5.2 のプロジェクトを UE5.3 にバージョンアップしてみます。まずエンジンインストールのプラグインが同じか確認します。プロジェクト内で使用しているものが同じであれば大丈夫です。
次に外部プラグインを使っている場合は適切なバージョンであるかを各プラグイン配布ページで確認します。プラグインの確認ができたら目的のバージョンの状況を把握します。今回はサードパーソンテンプレートを UE5.3 で作成し、次にプラットフォームから Windows シッピングを選んでからプロジェクトをパッケージ化を行います。パッケージ化完了後、左上 Window から出力ログを表示、出力ログに赤や黄色の文字がないことを確認します。ないことが望ましいですが、デフォルトの状態で警告文が出るバージョンもあるので、テンプレートの段階でどの程度出るものなのかを把握しておきます。 UE5.3 のデフォルトの状況が把握できたら、 UE5.2 のテンプレートを UE5.3 にアップデートしてみます。バージョンアップ時の出力ログの確認、パッケージ化時の出力ログの確認、赤や黄色の文字があったらメモ帳にコピペしておきます。 UE5.2 のサードパーソンテンプレートを UE5.3 に移行するだけだと特に警告文は出ないようです。 UE5.3 の状況確認と UE5.2 から UE5.3 へテンプレートの移行時の状況確認ができたので、自分のプロジェクトをバージョンアップしていきます。外部プラグインを使っていない場合はエンジンを起動からコピーを開くでのバージョンアップをお勧めします。外部プラグインを使っている場合はバックアップを取っているのを確認し、プロジェクトを右クリックからスイッチアンリアルエンジンバージョンで変換後にプラグインを適切なバージョンに差し替えます。起動ができればまずは第一関門突破です。起動ができない場合は次の項目に飛んでください。適当なレベルでテストプレイします。複数のレベルがある場合はなるべく全部のレベルを開いてみた方が良いと思います。テストプレイで特に問題がないことを確認します。左上メニュー Window から出力ログを表示します。一旦深く考えずログを一覧します。読めなくていいです。この中に赤や黄色の文字がないことを確認します。あっても問題ない場合もあるので恐れず確認します。赤や黄色の文字列があったらメモ帳などにコピーしておきます。ログが真っ赤っかな場合、大きな問題を抱えている可能性が高いので、バージョンアップは一旦中断してログを確認しながら原因究明をした方が良いです。スイッチアンリアルエンジンバージョンでバージョンアップした場合は、初回起動時に変更部分が出力ログに警告文として表示されるので、気になる場合はエディタを再起動してからチェックし直すとログがきれいになることもあります。赤と黄色の文字情報を確認し終わって公式のテンプレートとの差が特になさそうなら、プラットフォームから Windows シッピングを選んでからプロジェクトをパッケージ化を行います。なお、パッケージ化はゲーム制作用の工程なので、映像制作目的のバージョンアップの場合はしなくてよいです。パッケージ化に失敗した場合、次の項目に飛んでください。パッケージ化に成功したら一旦出力ログをざっと見て赤や黄色の文字がないことを確認します。あったらログを拾っておいて公式のテンプレートプロジェクトと比較します。公式テンプレートでも出るようであれば問題がないわけではないですが、バージョンアップに失敗しているという状態ではないので、バージョンアップの手順としては無視できる内容になります。ログに異変がなければエグゼファイルが起動できることを確認し、起動したら表示上変な部分がないことを確認します。パッケージ化用の設定をしていないプロジェクトは閉じることができないと思うので、 Alt+F4 で強制終了します。パッケージ化までできてログに異変もなければおおむね問題ないと思っていいと思います。動け。バージョンアップ後に起動できない場合は、何かメッセージが出ていたら Windows キープラスプリントスクリーンなどでスクショしつつ、エラーログなどのリンクがあったら開いてみてみます。最初に確認したいのはプラグインのバージョンが正しいかです。外部プラグインを使っている場合、バージョンが違うとビジュアルスタジオが必要になります。またバージョンアップ時にプラグインをリビルドするかと聞かれてイエスを押すと裏でリビルドがかかるものの、複雑なプラグインの場合、何十分もリビルドに時間がかかり、リビルド中というような表示もなく待たされるので起動できないと判断されている可能性もあります。1時間くらい放置しておくと開くこともあります。プラグインの配布ページで適切なバージョンを用意すればリビルドの待ち時間もなくなるので、外部プラグインなどは適切なバージョンを入れるよう心がけましょう。
諸々のエラーログで問題箇所の目星がつかなかったら、ブループリントプロジェクトの場合はコンフィグ、コンテント、プラグインズ以外のフォルダを削除して開くか確認します。 C++ プロジェクトの場合はコンフィグ、コンテント、プラグインズ、ソース以外のフォルダとプロジェクトデータ以外を削除して、プロジェクトデータを右クリックからジェネレートビジュアルスタジオプロジェクトファイルズを押した後起動するとリビルドしますかというメッセージが出ます。これはイエスで進めます。ここまでで起動できない場合、一旦 PC を再起動してみることをお勧めします。再起動しても開かない場合、公式のテンプレートプロジェクトにプラグインを入れてバージョンアップできることを確認し、使っているプラグインに問題がないことを確認します。この段階になるとログを精査する以外ないですが、どうしてもバージョンアップをする必要がある場合、コンテンツだけバージョンアップする手順をやってみてください。コンテンツ目的のバージョンで起動ブランクプロジェクトを作成、必要なプラグインをインストールします。プラグインの確認ができたら閉じ、コンテンツフォルダの中にバージョンアップしたいコンテンツフォルダの中身をコピーします。プロジェクト設定などは設定し直すことになりますが、試してみる価値はあると思います。 C++ とブループリントが絡んでいる場合は面倒なので、主にブループリントプロジェクトの場合の方法になります。パッケージ、ビジュアルスタジオがインストールされていない場合は念のためインストールしておきましょう。エンジン起動時にゲームカテゴリで C++ のタブを選択するとインストールボタンが出てくるので、公式ドキュメントを参考にチェックを入れてインストールしておきます。ビジュアルスタジオのチェックが済んだら、元のバージョンのプロジェクトでパッケージ化できるか確認します。パッケージ化できない場合、バージョンアップする前に元のバージョンでの問題を解消してください。パッケージ化が失敗する際の確認事項の記事を書いてあるので、こちらも参照してみてください。元のバージョンではパッケージ化できる場合、ブループリントプロジェクトではコンフィグ、コンテンツ以外のフォルダを削除してから開き直してパッケージ化。 C++ プロジェクトの場合はコンフィグ、コンテンツ、プラグインズ、ソースとプロジェクトデータ以外を削除してからプロジェクトデータを右クリックからジェネレートビジュアルスタジオプロジェクトファイルズを押した後プロジェクトをダブルクリックするとリビルドするかというメッセージが出るので、イエスで進めます。開いてパッケージ化、これで解消されない場合、出力ログをしっかり確認するか信頼できるエンジニアに相談してください。 Windows 用のパッケージ化ができないというのは、ゲームがリリースできない問題を抱えていることになるので、そのデータで作業を続けるのはお勧めしません。問題なくパッケージ化できたら、出力ログに赤や黄色の文字がないことを確認、エグゼファイルを起動して変なところがないことを確認、 Alt F4 で閉じます。実例、 2D 用のテンプレートを UE5.1 で作成してきました。今後のチュートリアルではバージョンを上げて説明していきたいと思うので、 UE5.1 から UE5.3 に上げる手順をやってみたいと思います。まず不具合に見舞われても戻ってこれるようにバックアップを取ります。独自のバックアップ環境やバージョン管理ツールなどを使っている場合はそのままでいいです。ここでは左上のファイルからプロジェクトを ZIP 圧縮でバージョン番号と日付を入れておきます。 2D の場合、 ZIP データはこの程度の容量なので気軽に ZIP 化してください。気軽にバックアップを取っても容量的に安心なのが、何度も試行回数が必要な初心者に 2D を進める要素の一つになります。バックアップを取ったら、ランチャーのエンジンバージョンの中にバージョンアップさせたいエンジンがインストール済みなのを確認します。インストールされていない場合はオレンジのプラスボタンから必要なバージョンをインストールしてください。必要なバージョンがインストール済みであれば、バージョンアップをしたいプロジェクトのフォルダを開きます。フォルダがどこにあるかわからない場合はランチャーのプロジェクトを右クリックからフォルダで開くでプロジェクトのフォルダが開きます。 .u プロジェクトを右クリックからスイッチアンリアルバージョンを選択。今回は 5.3 にしたいので 5.3 を選んで OK を押します。これで 5.3 で起動できるようになります。バージョンアップ後やプロジェクト名を変更した際は、古いキャッシュデータが不具合の原因になることがあるので、
コンフィグ、コンテント以外のフォルダは削除します。ドットユープロジェクトをダブルクリックで開きます。特に問題なく開いたらおそらく大丈夫ですが、エラーが隠れている可能性もあるので、バージョンアップをしたプロジェクトは念入りに確認することをお勧めします。まずゲームプレイができるかプレイしてみます。見た目上は大丈夫そうに見えます。次に左上ウィンドウの中から出力ログを表示します。プログラマじゃない人が見てもちんぷんかんぷんな文字列ですが、特に注意すべきなのは、赤や黄色い字で書かれた行がある場合は何か問題を抱えている可能性を考慮する必要があります。次に確認しておきたいのが、プラットフォームから Windows、シッピングを選択、その後にプロジェクトをパッケージ化をします。試しにパッケージ化ができるか確認します。このプロジェクトはプラグインの変更などをしていないので、ビジュアルスタジオなどがなくてもパッケージ化が可能なはずです。ビジュアルスタジオがない場合は SDK が足らない旨のメッセージが出ますが、続けるでパッケージ化ができると思います。ビジュアルスタジオは何かとあった方が良いので、この機会にこちらの記事を確認してインストールしておくことをお勧めします。バージョンアップ後のパッケージ化は時間がかかると思うので、食事の前などにかけて食後に結果を確認するくらいが良いと思います。パッケージ化が完了したら、できたエグゼファイルをダブルクリックで開き、動くことを確認。問題なさそうなので閉じます。パッケージ化用の設定を何もしていないため、 Alt F4 を押して強制終了させます。最終確認として、パッケージ化時の出力ログをざっくり確認します。パッケージ化ができて起動もできてログも綺麗なら、おおむね問題なくバージョンアップできていると思って良いと思います。この程度の小さいプロジェクトであれば問題は起きにくいですが、あれやこれやとこねくり回していると特急呪物級のエラーの塊になっている場合もあるので、バージョンアップ関係なく新しいプラグインの導入時や大きな機能変更をした際には、パッケージ化して出力ログを確認してみることをお勧めします。プラグインを大量に使っている場合、検証が面倒なため、本腰を入れて作り始める前にバージョンを固定して作り上げることをお勧めします。今回 5.1 から 5.3 にバージョンアップしましたが、基本的に公式のサンプルデータやマーケットプレイスの販売データは 0.1 バージョンごとにバージョンアップされているため、相当量の検証回数が行われていて、 0.1 バージョンのアップデートはあまり問題が起こらないように作られています。大きな問題がある場合はアナウンスが流れると思います。 0.2 バージョン以上のアップデートは検証回数が多くないため、自分にしか起こらないバグに遭遇する可能性があるという覚悟のもと、バージョンアップを行ってください。という感じでプロジェクトのバージョンアップの解説動画を作ってみましたが、いかがだったでしょうか。うまくいったりうまくいかなかった話をコメントいただけると、今後より精度の高い情報が届けられるようになるので、動画のご意見ご感想をお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。